皆さんこんにちは、ウエストコースブルーイングのデルクです。今日もビールを紹介させてください。今日紹介しますのはこちら、ユナイテッドアローズさんとのコラボビール、リフレッシュ。これはマンゴーとライムを使った、ちょっとミントも入ってますけど、サワービールになります。夏のこの湿気のめっちゃある時期にスカッとこうリフレッシュしたいっていう思いでレシピを考案してコラボで作りました。では飲みながら解説をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。次に色ですね。久しぶりの新規のサワーなんですけど、まあそれらしいいい感じに透明なサワーらしい、ちょっとこうマンゴーも入っているのでいい感じの黄色ですね。では香りいきたいと思います。ミントちょっと入れてるんですけど、その香りとあとライムもね結構際立って、サワー感もしっかりありますね。こう酸味はどんな感じでしょう。味いきたいと思います。ミントはそこまで主張しない、ほんのりすごくいい感じで、酸味もまあ僕の好みのちょっとペーハース低めな、感じなんですけど、それとマンゴーは奥の方に感じて、ライムは結構全面的に出てる感じかな。まあテクニシャンを少しこう連想させる、そんな味わいです。すごくこれはこのジメジメしためちゃくちゃ暑い時に飲みたい一杯ですね。切れ味もすごくいいですし、あとサワーの時期ですよ。ぜひリフレッシュ皆さん一緒にしましょう。そしてちょうど切れてたんで、コラボの T シャツやら帽子だったり、今回のビールのコラボだけじゃなくてアパレルも一緒に作りましたので、ぜひグッズもお買い求めの方よろしくお願いいたします。